それでは、今回の線形代数2の授業を始めたいと思います。で、一応前回の内容をちょっと振り返ってみますと、前回はそのベクトルで貼られる部分空間というのをやりまして、その与えられたベクトルでの線形結合全体が、あるベクトル空間、部分空間を作るという話をしました。で、今回はですね、その続きで、まず一つはその基本ベクトルの像によって貼られる部分空間について説明しておきます。それから今度はその後ですね、第6章に入りまして、その一般のベクトル空間の話に入ります。でそこでまずはそのベクトル空間の定義について説明しまして、それからあとベクトル空間の基本的な性質に進んでいきたいと思います。で、前回の授業でですね、ちょっと残ってしまったところがありますので、まずそこからいきましょう。教科書のセクション 5.3 の線形結合と部分空間のところで、基本ベクトルの像、これはもちろん線形写像を考えるんですが、線形写像を基本ベクトルで写した像によって貼られる部分空間に関する性質を説明しておきます。で、それが定理 5.4 ですので、一応教科書も合わせてご覧ください。教科書は132ページに、あります。で、一応この授業の目的の一つはですね、教科書の内容を説明することなんですけれども、教科書、例えばこの定理 5.4 っていうのを見ても、教科書にこう説明が載ってるわけですよね。これはこういう定理だと。でそしてその証明はこういうふうに証明するんだっていうふうに書かれていますけれども、じゃあその特にその初めて勉強する人にとってはなかなかその分かりづらいと思われることは、どの分野もそうだと思うんですが、数学に関してもじゃあその証明でこういうことを書いてるんだけど、じゃあなんでこういうことをやってるのか。で数学においては、その例えばこういう定理を証明するにはどういうことを示すべきかっていうことは教科書に書いてないわけですよね。ですからなるべくこの授業ではそういう教科書を読む事実を知る上で、助けになるようなことを説明したいと思います。ということで、一応基本的な説明は教科書にもありますので、その教科書もよく内容を確かめてほしいと思いますが、まずその定理を内容を追っていきますと、F というのを線形写像とします。これは N 項の数ベクトル空間から M 項の数ベクトル空間への線形写像を考えるわけですね。でそれでその E1 から EN っていうのをその写される方の数ベクトル空間の基本ベクトルとします。で、この時にそのこの F で基本ベクトルを写したこの F の E1 から F の EN というのがありますよね。で、これらのベクトルを使ってからですね、このあるベクトル空間がこう貼られます、生成されますね。貼られるって言いますけれども。で、このベクトル空間がその何どういう性質を持っているかって、実はこの F の像に等しいと。だからその F をこのですね、元の KN っていうベクトル空間のこう点をこう F でバーッといっぱい写すわけですね。で写した先っていうのは実はその基本ベクトルを写った先で全部組み立てられるっていうことを言っています。これは今までの前回前々回の授業で説明したことの中で対応することとしては、線形写像のをその行列で表現したときに、実はその行列の各列の成分っていうのはその元のベクトル空間の基本ベクトルを写した像がその表現行列の各列に現れているっていう話をしました。で、実はその線形写像っていうのは基本ベクトルがどう写るかっていうのを決めると全部決まるっていう話をしました。で、この定理はその言い換えの一つなんですね。だからその基本ベクトルがどう写るかを見ればその
線形写像がその元のベクトル空間のベクトルをどう写すかっていうのが全部決まるということを言っています。まずこの定理の趣旨についてはこういう考え方だっていうことを認識しておいてください。で、じゃあ次にその証明をどうするかっていうのがまず問題になるわけですけれども、今回の証明はですね、この F の像ですね、F の像、このイメージの F と F のこれはこの KM の部分空間なんですけれども、この集合とそれからこちらの基本ベクトルを写したベクトルで貼られる部分空間の集合が集合として等しいということを示すというものです。で、集合2つの集合が等しいことを示すにはですね、数学ではお決まりの手順があります。でそれはここに下の方に書いたんですけれども、A と B が集合の時にですね、その A と B が集合として等しいということの定義を思い出します。そうしますと、A と B が集合として等しいということは、ここにありますように、A が B の部分集合で、かつ B が A の部分集合であると、両方が同時に成り立つというのが、A と B が集合として等しいということの定義になっています。ですので、まずそうですね、この2つ の, その A と B に関する方眼関係を両方示すというのが証明の手順です。でさらにじゃあこの方眼関係っていうのはどうやって示されるかっていうと前回の授業の最初の方でやりましたその部分集合の定義に戻ります。そうしますと、まず A が B の部分集合であるっていうのはどういうふうに定義したかっていうと X が A の弦ならば X は B の弦であるということで A が B に含まれるということを定義しました。で逆にじゃあ A が B がここで A の部分集合であるという定義も同じようにして、定義されていて X が B の弦ならば X は A の弦であるということでこの方眼関係を示しました。というふうにこの定理の証明でもそのじゃあ集合が等しいの定義は何だっけっていうのを遡ってでさらにじゃあ A が B の部分集合であるの定義って何だっけっていうことで定義をどんどん遡っていって最終的にはこれを示すことでこの定理を証明しています。ということに注意してください。教科書にこうざーっと書いてある証明はですねこう段落一段落でガーッと書いてるからどこでどういうことを言ってるかそのきちんと読まないとわからないんですけど実はこれを段階を追って示しているということです。じゃあ、ここではそういうことなのでちょっと段階を追って示すことにしましょう。でまずこの F の、イメージがですねこちらの、その基本ベクトルを写したベクトルで生成される、ベクトル空間に含まれることを、証明します。で先ほどの言った定義の通り、じゃまずこのイメージ F からなんかベクトルを取ってきてですねでそれが実はこちら の, ベクトル空間の弦であるっていうことを示せばいいわけですね。じゃあその具体的な示し方を次に見ていきましょう。ここでそのいろいろその例えばイメージ F ってどういう集合だったかっていうようなそういう定義を使っていきます。で F のイメージっていうのはどういう集合だったかっていう と,、この X っていうのはその写される前のベクトル空間ですね F で写される前のベクトル空間の弦を写した点の集合だったということを思い出してください。F の写った方はですね写った方の 像っていうのはこういう定義でした。ということは、もしこの V がですねこの F の像 の, 弦であったならばこの V っていうのはどっかKN のどっかの点を移した先であるということが言えるわけです。ということはそのもともとの KN っていう移される前のベクトル空間にある X っていうのがあってでそれを F で移した先がこの V ですよということが言えてるわけですね。ですので、じゃあその移される前の X っていうのを、こういうふうに表してみましょう。移される前のごめんなさい、これね、ここちょっと訂正なんですけど、これ、ここ、x1 から xn って書いたのは実は誤りで、これ、e1 から en ですね。移される前の、
kn の元なので、そうするとこれこの x っていうのは移される前の、kn の基本ベクトルの線形結合で表されています。そうすると、e1 から en の線形結合で表されていると。で、これを f で移せば、v っていうのは、fx なんですけれども、その x っていうのは、ここもすみません、これも e1 から en に直してください。そうすると、こういう線形結合で表されている、基本ベクトルの線形結合で表されているベクトルを、f で移したものになります。で、ところがですね、f は線形写像だったっていう性質を使うと、この形をですね、こんな形に書き換えることができるというのを思い出しましょう。まず線形写像はこのベクトルの和に関してはばらせると、それからベクトルのスカラー和は外に出せるということを使ったので、これを使うと、すいません、ここも f の e1 から f の en ですねっていう形で直します。そうしますと、実はこの v っていうのはここにありますように、f の e1 から f の en の線形結合で表されているということが分かります。で、ということはめでたくこのベクトル v っていうのはこちらのベクトル空間の元だというふうに言えたことになります。ここまでいいでしょうか。で、これでこのイメージ f が右側のベクトル空間の部分集合になっていることが分かりました。じゃあ次にその逆向きの方眼関係を示します。逆向きもやはり同じように、この今度はこちらですね、f の e1 から f の en で貼られるベクトル空間から1個ベクトル w を取ってきて、それが f のイメージにの元であるということを示します。じゃあそこで、まず w を取っていきましょう。w はこのベクトル空間の元ですから、この f の e1 から f の en の線形結合で書かれているわけですね。で、ところが、f の e1 から f の en っていうのは、これ全部その、e1 から en っていうその、kn の元をこう f で引っ張ってきた、移してきたベクトルなわけです。そうすると、これらはみんな、f のイメージの元なんですね。そうすると、f のイメージの元であるベクトルの線形結合で表されたベクトルというのはやっぱり f のイメージの元であると言えます。ここまでいいです。ここがポイントなんですけど、ここいいですかね。これがポイントですね。だからこういうことが成り立つというのがこの逆向きのこの方眼関係の証明です。ということを示すと、最終的にこの f の像がですね、実はその基本ベクトルを移したベクトルで生成されていると、生成されているということが分かります。ここまでいいでしょうか。ちょっとまだなかなかつかみづらい人もいるかもしれませんけれども、こういった定理の証明の仕方にも、この数学特有のこの議論の組み立て方っていうのが盛り込まれています。ですので、こういうことがどういうふうに段階的に成り立つのかというのを理解することも線形代数の理解には役に立つと思いますので、ぜひ皆さん取り組んでみてください。